嬉しいですね、カフェ。なんとメンバーさんもいろいろ考えていただいたり、ね、そうです、そうです、考えました、うん、やっぱりね、カフェ大好きだから、私カフェ大好き、カフェ大好きだよね、はい、大好きです、うん、アンしてアンしてたのか、まあ、一言桃田さん、一言どう、おいしいねえ、夜景綺麗だね。アリンの方が綺麗だよあの、リーダーもうちょっと感情込めて言ってもらってもいいですかリリちゃんやってみてよ。じゃあこっちテーブルも一か八かやってみて、うん、リリちゃん夜景綺麗だね。しおりの方が綺麗だよ。ほらちゃんとやってるじゃん。ちゃんとやってる、ね、おいしい、めちゃくちゃおいしいです。もらいました、あげましたよ、はい、もちろんです。マジで、はい、誕生日はしっかりやるんだよね。そうなの、ねね、私たち毎年誕生日はそれぞれにいつもそれぞれがプレゼントを渡すっていうのがあるんですけど、はいはい、うん、去年ぐらいから、うんうん、今まではそれぞれが選んだ普通にプレゼントを渡すっていう感じだったんですけど、去年から、はい、あの欲しいものをもう言って、申請スタイル、リクエスト制にしました。リクエスト制でそれもプレゼントするってい う, こうメンバー内だけはそういうスタイルにこうなってして、はい、なので私が欲しいものをそれぞれにこう言ってみんな買ってきてくれたんですけど、で私レニちゃんにあのお願いしたのが、私すごく靴下が好きで、初めて聞きましたけど、はい、そうなんですよ。あので、最近ちょっとキラキララメの靴下をよく履いたの、ね、そう、あ、今日のキラキラ、今日の衣装みたいなね、そう、はいはい、で、これのこういうラメのいろんな色の靴下が欲しいっていう風にレニちゃんにお願いしたら、そうなんです、あの実際にこうラメの靴下をいっぱいくれたんですけど、なんか自分の中でこう何か腑に落ちなかったみたいでレニちゃんがはいはいはい、あのこれ買ったんだけどさとか、ね、本当にこれでいいのって言って、わかんないからスタバのカードもつけといたって、オプション、お、なんていうの、マジでオプション付きで、オプション付きでなんでいいやないそれだけで。なんかそう、それはでも自分のちょっとあげたいなと思ったものなんで。そうなんですよ、モクロ尽くしにこんなにスカイツリー探してくれるなんて、本当にさっきも言いましたけど10年やってきて10年続けて本当に良かったなと思いますし、これを機にね、もっともっとモモクロとスカイツリーが、みんなの中でとっても大切な存在になれたらいいなと思います。日本以外の方々も集まるようなこんなすごい場所でこうモモクロをこんなに取り上げてくれてすごく嬉しいなって思います。あの、一人でも多くの方にね、スカイツリーのこともももクロのことも好きになっていただければ嬉しいなって思います。この日本一高い タワーとももクロのコラボレーションというのは本当にやっぱ嬉しいなと思いますし、たくさんの方が楽しんでいただければいいなと思います。ももクロもね、日本一を目指してまだまだ頑張っていきたいと思います。スカイツリーさんとだからこそできるコラボレーションが本当に盛りだくさんです。あの、隅から隅までぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけで本日一日長い間お疲れ様でした。モモクロマーゼットの皆さんでした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ソラクロちゃんもありがとう。